当の家は建築家、あずまたかみつの初期の代表的住宅建築。内原しコンクリート、共商住宅の先駆けで建築史に残る作品で、2003年には、ドーコミューも、ジャパン選定日本における、モダンムーブメントの建築に選ばれた。これら一連の都市型住宅群を対象として、東は1995年に、日本建築学会賞を受賞した。 1966年春高、東京渋谷区神宮前に建てられた、あずまたかみつの自宅で、出世作である。京商住宅としておそらく最も有名な作品。都心のわずか6坪弱という狭い敷地に、地上を5階、地下1階を、登場に積み立てた鉄筋コンクリート構造。玄関を覗けば、トイレも浴室も含め扉が一切なく、間仕切りもない。 吹き抜けで開放的な空間設計が狭さを感じさせず、都心に住む醍醐味を満足させ、東の市、坂倉純造の市であったルコルビュージへの主張する新しい建築の5つの要点を踏まえていると言える。当の家完成から40年以上が経つ建物でありながら現在も見学者が後を絶たないほど、建築史上において多くの建築、 建築家に影響を与えた建物の一つとして知られる。その例として、同じくコンクリート打を放し、共商住宅である、住吉の長屋をはじめとする建物がある。ありがとうございます。